J1 北海道コンサドーレ札幌 MF 原康介18が初代表での経験を今後の飛躍につなげる22から25日まで U から19日本代表の国内トレーニングキャンプに参加した原が26日宮の沢でチームに合流この日はランニングのみで終えたが初めて日の丸をつけて過ごした日々に 身は引き締まりましたと笑顔を見せ刺激になったし、みんな歳が近いので楽しかったと充実感を口にした。札幌ではドリブルを買われ、主に左ウィングバックで起用されているが、代表では右ハーフを務めた。チームと違うことが求められるので、難しいところはあったと振り返ったが、練習試合ではゴールも決めた。やってきたことは通用するなと。 自チームで高いレベルでやれているので、そこまで差は感じなかった。1年目ながら J1 で12試合に出場、2得点をマークしている能力はしっかりと示した。同代表は9月、U20 アジア杯予選に臨む。4年後には今回の年代らが主体となるロス五輪も待っている。今まで五輪に出たいという気持ちはあったけど、 今回選ばれてより現実的になった。一つの目標もできたし、高いレベルでやるためにも日々の練習で上げていかないと、さらなる高みへ、一日も無駄にはしない。